皆さん、こんにちは。女性に性的行為を強要したとする週刊誌の記事をめぐり、お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが発行元の出版会社などに5億5000万円の賠償を求めていた裁判で、松本人志さん側が11月8日に訴えを取り下げたことを発表しました。いろいろと噂される松本人志さんですが、今回はそんな松本人志さんの奥さんである原凛さんについて紹介していきたいと思います。ダウンタウンの松本人志さんといえば、誰もが知っている大物お笑い芸人です。松本人志さんの嫁は原凛さんです。19歳年下で、当時できちゃった結婚で話題になりました。伊原凛さんの生い立ちや育った家庭環境、父親の職業について調べてみました。本名松本瑞希、旧姓本瑞希、芸名伊原凛、旧芸名孫ひな、生年月日1982年10月24日、年齢42歳、2024年11月現在、出身東京都、血液型 B 型、身長163センチ、スリーサイズ、バスト79、ウエスト59、ヒップ85、学歴東京スクールオブビジネス、フラワービジネス専門学校卒、職業専業主婦、元モデルタレント、所属事務所元オスカープロモーション、配偶者ダウンタウンの松本人志さん、趣味デッサン、水彩画、フラワーデザイン、和太鼓、特技剣道一級。教育熱心で厳格な家庭だったため、幼い頃から絵画を習い、見ても良いテレビ番組はバラエティ番組以外だったそうです。剣道一級は伊原凛さんのイメージからは少し意外な感じがしますが、剣道は礼儀作法が身についたり、集中力精神力が鍛えられるので、厳格な両親に習わされたのかもしれません。また同級生の多くは卒業後大学に進学するのですが、伊原凛さんは東京スクールオブビジネスフラワービジネス専門学校に進んでいます。芸能事務所からのスカウトを受けたのは東京スクールオブビジネスフラワービジネス専門学校に通っていた頃でした。スカウトをきっかけにオスカープロモーションに所属し、モデルとして芸能界デビューをします。両親からは芸能界入りを猛反対されていましたが、25歳までという期限付きで許しを得ました。その後モデル以外の仕事もやってみたいと思い、2006年4月テレビ情報番組ズームインスーパーに出演し、お天気キャスターとして天気予報を担当していました。お天気キャスターを2006年4月から2年半務めてきましたが、2008年9月30日をもってズームインスーパーを卒業し、両親との約束通り25歳で芸能界を引退しました。またそれまでは無縁だった出会いにも恵まれるようになり、妻の伊原凛さんと松本人志さんの馴れ初めは2006年1月放送の新春番組史上最強お笑いの祭典ザ・ドリームマッチがきっかけでした。もともと松本人志さんの大ファンだった伊原凛さんは、後日後輩が開いた飲み会に参加し、私のことを覚えてますかと猛アピール。その結果ダウンタウンの松本人志さんと交際をスタートさせます。引退後伊原さんは悠々自適の暮らしをしていましたが、2009年に乗っていたタクシーが交通事故に巻き込まれるという事件がありました。幸いにして伊原さんは軽傷でしたが、すぐに病院に搬送され、検査の結果妊娠が発覚したのです。伊原さんはすぐに松本さんに連絡し、松本さんは責任を取るという形で5月に入籍しました。松本さんは当時独身に飽きていましたが、自分から結婚する気にはどうしてもなれず、相手が妊娠したら結婚すると決めており、この報告はまさに渡りに船だったのです。その際松本さんは伊原さんの両親のもとに挨拶に行きましたが、バラエティ番組を全く見ない両親は
ダウンタウンの存在すら知りませんでした。伊原さんは両親にお笑い関係者と説明したものの、父親はなぜか松本さんが落語家であると勘違いしてしまい、結婚の許可を取るよりも落語家であるという誤解を解く方が大変だったとのことです。そして2009年5月18日にダウンタウンの松本人志さんとの結婚を発表しました。2009年6月26日に芝公園のザ・プリンスパークタワー東京で結婚披露宴を行っています。松本人志さんの奥さんである伊原凛さんは在日韓国3世です。本名が本瑞希、母親が韓国人2世、父親が在日韓国人です。日本で活動する前はソンヒナという名前を使用し、韓国でモデルをしていたそうです。日本に帰化したという情報は出ていないので、現在も韓国籍であり在日韓国人3世と思われます。伊原凛さんの母親が在日韓国人2世であることは過去に更新されていた伊原凛さんのオフィシャルブログから明らかとなっています。ブログでは、母が韓国出身なだけに、スポーツの試合ではいつもどっちを応援するのと聞かれるんですけど、本当にどちらも応援します。日本対韓国の時はどちらが勝っても負けてもあまりすっきりしませんし、と語っております。また伊原凛さんのお父さんについては、2017年に放送されたテレビ番組鶴瓶&松本&ウエンツの電話帳から消せない人で、伊原凛さんの父親が大学教授であることを松本人志さんが明かしました。父親は大阪府生野区出身の在日韓国人2世です。大学教授の父親は真面目で固く、家庭ではお笑い番組を見るような環境ではなく NHK しか見ていなかったそうです。ただお笑いは好きで、バラエティ番組ではなく落語は好きだそうです。伊原凛さんは裕福な家庭育ちですが、どれほどお金持ちだったのでしょうか。大学教授の平均年収はおよそ1100万円前後だと言われています。もちろん各大学によっても異なりますが、平均月収にすると約65万円プラスボーナスを得ていることになります。これほどの収入があれば十分裕福な生活ができると思われます。伊原凛さんの父親は一般人のため、調べたところ顔は公開されていませんでした。松本人志さんが伊原凛さんの両親のところへ交際の挨拶をしに行った時のことをテレビで語っており、すごいお堅い人なんで僕のことそこまでよく知らない、 NHK しか見ないようなご家庭と相手方の印象を説明しました。またその時の状況についても、ちゃんとスーツ着ていったよと語り、伊原凛さんの父親からお笑いは僕も好きだよと言われ、松本さんがそうなんですかと前のめりになったら、落語とかねと言われて、松本さんはそっちかとなったとギフトのエピソードを明かしました。また2022年3月11日放送の人志松本の酒のつまみになる話でも、松本人志さんは伊原凛さんの父親について話しています。うちの嫁さんのお父さんは博士号を持っているような人、さらにめちゃくちゃ頭良くて、工業高校のこの俺がめちゃくちゃ博識というかと、その凄さを表現しました。そんな義父からは、松本くんね、あれには裏話があってと、今話題の話などをされるそうだが、松本さんはそもそも表を知らないと苦笑いするケースもあるそうです。義父については、歴史の話をしだしたら止まらないと語っておりました。バラエティ番組でギフトのエピソードを話すくらいなので、ギフトの関係は良好であることがうかがえます。また伊原凛さんは2009年10月6日に第一子であるテラちゃんを出産しています。家庭では伊原凛さんの方がぐいぐい引っ張っていくらしく、普段の松本人志さんの様子を見ているとちょっと意外な感じがします。お子さんをテレビに出演させることもしないので、あまり情報は公表されていません。伊原凛さんと松本人志さんのお子さんのお名前や年齢、2人目の情報を集めてみました。お子さんのお名前については、生まれた当時ガキツカのフリートークのコーナーで松本人志さんが発表されています。名前はテラちゃんとおっしゃるそうで、
性別は女の子だそうです。寺とは少々珍しい名前ですが、その由来についてはまずは呼びやすいからで、漢字については寺にするのもおかしいと述べており、ひらがなで寺で画数も関係なく雰囲気でとのことでした。感性の高い松本さんらしい名付けの由来です。英語にすると寺、これは大地といった意味も持つようです。由来についていろいろと推測されますが、深い意味については家族だけの秘密にしておきたい、そんな事情もあるのかもしれません。2009年5月に誕生されたテラちゃんは2024年に15歳になります。伊原凛さんの長女テラちゃんに兄弟はいるのでしょうか。現在は松本さんに2人目のお子さんがいるという情報はありませんので、テラちゃんは一人っ子ということになると思います。松本さんはかなりテラちゃんを溺愛しているようですので、箱入り娘の一人っ子として大事に育てられる方針なのかもしれません。次に伊原凛さんの伊勢谷友介さんとの不倫の噂について紹介します。伊原凛さんですが、伊勢谷友介さんとも以前付き合っていたのではないかという噂がネットを中心に流れています。確かに伊勢谷さんは広末涼子さんや長澤まさみさんなど様々な女性と交際していたことで知られており、女性関係の派手さに関しては芸能界でも随一ですが、伊原さんと交際していたという情報は全くと言っていいほど見当たりませんでした。また伊勢谷さんは松本人志さんとも番組で共演しており、松本さんが女性関係絡みでの共演 NG が多いことを鑑みると、この噂はデマと言っても過言ではないかと言えます。最後に伊原凛さんが松本人志さんと離婚しない10の理由について紹介していきます。現在松本人志さんの性加害疑惑で伊原凛さんと別居中との報道があります。もし事実であれば、松本人志さんが多数の女性と不倫をしているだけでも気が気ではないのに、マスコミからの追及に遭う状況にストレスにさらされ、伊原凛さんは相当疲れが来ているのではないでしょうか。もし離婚となるようなことがあった場合は莫大な慰謝料となる可能性がありえます。松本人志さんの年収を考えると10億円以上となる可能性も否定できません。そんな状況でも伊原凛さんが松本人志さんと離婚しない理由ですが、松本人志さんのこれまでの発言を調査した結果、不倫は離婚するまでのことでもないといった価値観の持ち主であり、妻伊原凛さんも承知しているからだと考えるに至りました。今回はそんな松本人志さんと伊原凛さんが離婚しない理由について紹介していきます。1、伊原凛さんは松本人志さんの大ファンで猛アピール。松本人志さんと伊原凛さんが離婚しない理由は、妻の伊原凛さんが松本人志さんの大ファンだからです。妻の伊原凛さんと松本人志さんの馴れ初めは2006年1月放送の新春番組史上最強お笑いの祭典ザ・ドリームマッチがきっかけでした。もともと松本人志さんの大ファンだった伊原凛さんは、後日後輩が開いた飲み会に参加し、私のことを覚えてますかと猛アピール。ここまで推しが強い女性は初めてだと半ば押し切られる形で、2007年の末から交際が始まりました。2、妻伊原凛さんはカカア殿下で家を守る。松本人志さんと妻が離婚しない理由は、妻の伊原凛さんが勝ち気なカカア殿下で家を守っているからです。2019年に吉本興業のお笑い芸人による闇営業問題があった頃、松本人志さんも吉本興業から離れるのではと噂されました。その時妻の伊原凛さんは吉本興業の社長に対し、独立したとしても私が支えると話したそうです。3、娘の存在が離婚を阻止している。松本人志さんと妻が離婚しない理由は、娘の存在が離婚を阻止しているからです。松本人志さんと妻の伊原凛さんは2009年5月に結婚しましたが、この時すでに子供を身ごもっていました。2009年10月に長女を出産し、現在娘は15歳です。娘が描いた自分の似顔絵を SNS で公開するなど、松本人志さんは子煩悩です。妻は別居生活に満足している
松本人志さんと妻が離婚しない理由は、別居生活に満足しているからです。妻の伊原凛さんは娘と世田谷の自宅、松本人志さんは六本木の居住兼仕事場とほぼ別居しているようです。2月2日放送、人志松本の酒のつまみになる話で、ずっとパパと一緒におったらしんどいと思うんですよ。パパずっとおるなってなると思うんです。だからしんどがらせたくないからこそ距離を置きたいっていう、飽きられたくないっていうかと吐露していました。このことからも家にいないことがわかります。2022年10月27日ダウンタウンデラックスで、松本人志さんは夫婦別の寝室で寝ているとも明かしていました。理由は寝ている時にへをこいて奥さんに申し訳ないからと言っていました。適度な距離感が良いのか、寝室が別でも離婚はしないようです。5、松本人志さんの年収は妻にとって魅力。松本人志さんと妻が離婚しない理由は、松本人志さんの稼ぎが魅力だからです。2019年1月18日放送、ダウンタウンナウで、アパホテルの元谷文子社長が松本人志さんの年収を予測していました。元谷文子社長は、2桁億円は終わりになると思いますけど、これだけ30年40年にわたってトップに君臨していらっしゃるんですから、当然だと思いますと語っております。この予想について松本人志さんは、いいとこついてますよねと真顔で返しました。他にも人志松本の酒のつまみになる話で、25歳の時点で年収1億円に達したと明かしていましたので、松本人志さんの現在の年収は10億円超えはあり得ると言われています。稼ぎの良い旦那は魅力の一つだと思われます。6、不倫はしても離婚はしない。松本人志さんは不倫はしても離婚はしないようです。2020年8月2日ワイドナショーで、俳優の杏さんと東出昌大さんの離婚について、不倫と離婚について自身の考えを明かしていました。昨今不倫は本当にダメやって言われている中、それをしたのはダメなんでしょうけど、これを暴いて離婚まで持っていった週刊誌さんは今どんな気持ちなのかなってちょっと思いますねとコメントしていました。不倫は昔からされてきたもので、不倫によって離婚するほどのことではないという考えを持っているようです。7、女遊びを続けるために素人と結婚した。松本人志さんは、女遊びを続けるために素人と結婚したと発言していました。2024年1月週刊誌の記事で、女性たちに自分の大胸筋を触らせ、有名人と結婚して不倫すると奥さんや相手の事務所にも迷惑がかかる、だから俺は素人と結婚したんや、有名人と結婚したら遊べへん、有名人と結婚する人はすごいわと発言していたと報じられました。8、不倫の文春法を受けたら認めると宣言していた。松本人志さんは、不倫の文春法を受けたら認めると宣言していました。2023年6月18日松本中井で、不倫について週刊誌が来た場合の対処法を考えていると明かしていました。俺は考えてるよ、本当に常に、いつ週刊誌がバンって突撃してきても全部その通りですと答えると腕を組みながら語りました。結果的には大見得を切ることもなく逃げ隠れていますので、宣言と真逆の状態となっています。9、松本人志は不倫に肯定的。松本人志さんはそもそも不倫に肯定的な考えを持っています。2021年7月18日ワイドナショーで、トンネルズの石橋貴明さんと女優の鈴木保奈美さんの離婚にコメントを求められた際に、正直言うとちょっとだけ羨ましいところもありますよね、この年で一人になるって男のロマンみたいなと語りました。松本人志さんのこれまでの遊び方を見る限り、一人で趣味に没頭するタイプではなく、常に自分の周りに射程を従えているイメージがありますので、熟年離婚で天涯孤独になる可能性よりも男のロマン、いわば自由に遊べると考えているようです。10、
女癖の悪いシェリーの元旦那に共感。松本人志さんは女癖が悪いことで有名なシェリーの元旦那さんに共感していました。離婚の原因は単純に旦那さんが自分に冷めたということだと思うと語るシェリーさんのコメントに対し、松本人志さんは、でもあるもんね、単純に男が冷めるってこと。じゃあ冷めたらダメなんですかっていう。それに対してシェリーさんは、そうそうそう、本当に別居するか離婚するかみたいな話の時はこの野郎ってなってたけど、今となってはしょうがないよなみたいな。すっごいわかる。冷めるってことはあるじゃないですか。それをまるで罪みたいに言われても、それを嘘ついてやってることの方が、と女癖の悪いシェリーの元旦那に共感していました。これらの理由をまとめると、松本人志さんは不倫に肯定的ですが、かといって不倫イコール離婚ではなく、妻伊原凛さんもそんな松本人志さんの価値観を認識していると思われます。また離婚しないのはそれを上回るメリットがあるためだと思われます。いかがでしたか。今回は伊原凛さんの2人目の子供の噂、国籍について、妊娠中の交通事故や伊勢谷友介さんと不倫の噂、離婚しない10の理由について紹介させていただきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。